いつ。つは、脳を代表する曲の一つである。世阿弥作と考えられ、世阿弥自身が、猿楽談義でこの曲を、上花なり、最上級の作品であると持参するほどの自信作であった。若い女性をしてとした桂ツ脳で、女の舞を舞う代償のである。本作は帰らぬ夫を待ち続ける、女の霊を描いたもので、 寂しさと喪失感に耐えながらなおも夫を待ち続ける美しい愛情が主題である。伊勢物語の二十三段、筒ツ筒をもとに構成されており、前段で伊勢物語で描かれた夫との恋が懐かしく回想される。後段では寂しさの講じた女が夫の形見の衣装を身にまとい、夫への思いを募らせながら舞いを舞う。これは多くの場合男性が女装して演ずる。 主人公がさらに断層することを意味し、この男女一体の舞が本作の特徴である。なお、題名の井筒とは井戸の周りの枠のことで、主人公の女にとっては子供の頃に夫と遊んだ思い出の井戸である。伊勢物語の各段の主人公は有原の成平と同一視されることが多いが、本作でもこれを踏襲し、主人公夫婦を成平とその妻、 木有恒女女と、同一視している。それは物寂しい秋の日のことだった。旅の僧が山和国石神にある有原の寺に立ち寄った。そこは昔、有原の成平とその妻が住んでいたところだったが、今はもうその面影はなく、辺りには草がぼうぼうと生えていた。有原の寺はすでに廃寺になっており、成平とその妻との名残の遺筒からも一層のすすきが伸びていた。 そうが、成平夫婦を弔っていると、どこからともなく里の女が現れ、成平の古塚にか水をたむける。そうが彼女に話しかけると、彼女は成平の妻であることを隠しつつも、思い出の遺ずつを見つめ、そうに促されるまま、成平と過ごした日々を語り出す。彼女が言うには、成平は、妻と仲睦まじく暮らしながらも他の女のもとにも、 通っていたのだが、ひたむきに彼を待ち続ける妻の心根に打たれ、女の元へは通わなくなったのだという。もっと成平のことを教えてください。そうにそう促されると、彼女は成平との慣れそめを語り出した。昔この国には、幼馴染みの男女がいました。二人は、五つの周りで仲良く語り合ったり、水面に姿を映して遊んだりしていましたが、年頃になると、 互いに恥ずかしくなり疎遠になってしまいました。しかしある時、男がこんな歌を女に送ったのです。女は男に歌を返しました。こうして二人は結ばれたのだという。最後に彼女は自分が成平の妻であることを明かし、どこへともなく去ってゆく。その晩、僧が床につくと夢の中に先の女が現れる。夢の中で彼女は、 夫、成平の片身の衣装を着ていた。当時は片身を身につけることで、その人と一体になれると信じられていたのだ。そして有志日の成平を真似て静かに舞を舞う。昔、あの人と暮らした有原の字で、こうして、昔を今に返すように舞っていると、いずつに映る、月影のさやかなこと、そう呟いた彼女の思いは、次第に過去へと遡っていった。月は、 あなたのいらした頃の月と同じでしょうか春はあなたのいらした頃の春と同じでしょうかそう読みながらあなたを待ち続けたのはいつのことだったでしょうかつついずつ、彼女は思い出の歌を口ずさむ。いずつ、にかけしまろがたけ、生、おいにけらしな。そう読んだ彼女は自分がいつの間にか、おい、置いてしまったことに気づかされる。 彼女の足は自然に思い出のいずつへと向かう。そして、成平の脳死を身につけたその姿で、子供の頃、成平としたように自分の姿を水面に映す。そこに映るのは女の姿とは思えない男そのもの、成平の面影だった。舞台は一瞬静寂に包まれる。なんて懐かしい。そう呟いて彼女は泣き崩れる。そしてしぼむ花が、 匂いだけを残すかのように彼女は消え、夜明けの鐘と共に、そうは目覚めるのだった。伊勢物語の筒井つの物語で、女は縁談を断って愛する男を待ち続け、結婚後も浮気する夫の帰りを待ち続けている。それゆえのうの井つでは、筒井つの物語を愛する夫を待ち続ける物語として再解釈しており、待ち続ける辛さや、 喪失感を歌った和歌がいくつか追加されている。また、五つは実感の流れと逆順に構成されており、夫の死後のらいから始まり、浮気する夫を待ち続けた話へと向かい、そして最後に、物語の核心である夫との馴れそめへと向かう。これにより物語は、夫への一途で純粋な恋の思いへと集中してゆく。伊勢物語では、筒つ,つずつ、 五つにかけしまろがたけ、杉にけらしなと歌われていたところが、いいにけらしなに改変されている。これは、物語後半への伏線になっており、つついずつを口ずさんだしては、いいにけらしなという言葉から自分が置いてしまったことに気づく。五つでは、伊勢物語二十四段から、まゆみつきゆの歌の一部が引用されており、それゆえしての女を二十四段の女と、 同一するる。解釈があるこの解釈に従えば達田さんの件があった後、夫は宮廷勤めのため都に行ってしまいそのまま御沙汰がなくなる女は帰らぬ夫を待ち続けたが3年後ついに諦めて別の男のもとへと嫁ぐことにするしかし嫁ぐことが決まった日に夫が帰ってくる事情を察した夫は身を引いて去ってしまったため 女は夫を追いかけるが、追いつくことができないまま力尽きて死んでしまう。また、死てが成平を真似て舞うことに関して、成平を連棒表現として、その形見を身につけることにより、成平が憑依するような、あるいは不思議な一体化を遂げたような充足感が生まれ、二人の愛が前期姿であった日に遡りつつ一つの闘水を生むことが可能だと考えられたとする意見が、 つついずつでは、数々の和歌が引用されている。まず前段、しての女がそうに、夫との思い出を話す中、女は昔夫に読んだ歌を回想する。そして、つついずつと、比べこしが読まれた後、女は去ってゆく。後段、夫の脳死を身につけて、女がうの夢の中に現れた時、帰らぬ夫を待ち続けた頃に読んだ歌を思い出す。こう読んだため、自分は、 ひと待つ女とも呼ばれたのだと語る。そして、つついずつの昔から、まゆみつきみねを兄弟今、夫の真似をして、舞を舞ってみようと呟いて舞い始める。月の光に照らされながら舞っているうちに女は、ガツや荒ぬ春や昔と読んだのは、いつのことだろうかと呟く。こうして待つことの辛さを読んだ歌が回想された後、最後に再び、つついずつの歌が読まれ、 いいにけらしなという言葉から自分が置いてしまったことに気づく。そして彼女が思い出の遺つを覗き込むと、そこに夫の面影を見出し、泣き崩れるのである。いずれも読んで楽しむ脳の世界からのおもびき、また、名人、北六平太は遺つに関して、ありゃあ、終言の前だよと述べていた。脇の名乗りの後、上、歌、月台フがなく、 は機能に比べ略式になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。